おねえニュース速報のジョーカー様よ。ということで今日のニュースは校長の映画コンフィデンスマン JP で波に乗ってる東出氏のニュースよ。見出しはこちら。東出所属事務所を1月末で退所、事実上のクビ。まずは関連記事ざっといくわよ。俳優の東出昌大33歳が1月31日をもって所属事務所ユマニテから離れることが本誌の取材で分かった。1月18日発売の、つまり明日ね、フラッシュで商報している。事務所関係者によると本人は周囲に独立するんだと公言しているものの、実際は見下り犯を突きつけられた事実上のクビだという。東出は2020年1月に女優カラ田絵梨香24歳との不倫が発覚し、7月に妻アン35歳との離婚を発表。2021年10月には週刊文春で20代ハーフ美女との交際が報じられた。しかも東出は映画のロケで訪れていた広島に彼女を呼び寄せて3連泊させていた。前出の関係者によると、それまで東出を守ってきた事務所側も今度ばかりはカンニング袋の尾が切れたとのこと。東出は当面マネージャーもつけず全て一人でやる予定だということなんだけど、私今未だにこの人は不倫した人ってイメージしかないわ。この人、あのアンちゃんの夫だった人よね。あんな可愛いアンちゃんをダマくらかした野蛮人の東出氏もついにこういう結果になって、因果応報というか不倫の代償は大きいなと改めて思ったわよ。ほんと不潔な男。ちなみに所属事務所に問い合わせた結果、現状お話しできることはございませんとの回答だったそうよ。不倫関係で言わせてもらいたいのが、バックナンバーってバンドをご存知かしら。恋愛関係の曲も多く、ものすごい楽曲も良いし歌も最高にマッチしてるのに、数年前ボーカルの清水さんの不倫がバレてしまったのよ。これからもっと売れていく大事な時期だったのに完全に勢いが止まってしまったし、本来順調にいけばバックナンバーは天下を取れていたのよ。ほんとことがバレて相手を傷つける愚かな行為よね。ちなみに私ジョーカー様は不器用だから浮気はする方ではなくされる方なんてね。